おみくじか、おみくじ方式、これが一番ガチ抽選感あるような。ありがとうございます。166、前より悪いっすね。したいのあったんすけどね。寝台のマシマシ狙いでいきます。おはようございます。おはようございます。絆超えて番長3超えたとこ左曲がればあるんですけど、うわ出てきてる人があるな。あ、取れる、空いてるかな、空いてるかな。あ、だから結構空いてんな。あ、番長へとかも空いてる。あ、あ、マシマシ空いてなかった。逆にマシマシが空いてなかった。番長へ行こう。じゃあ番長へにします。ということで改めましておはようございます。本日古月南大分店さんにやってきてます。で、入場終わって台取って来てるんですけど、番長へ取りました。打つのは2回目ですかね。ただまあ導入初日ぐらいに打ってからなんで、すごい久しぶりの番長へ実践になります。で昨日あのホテル泊まったんですけど、ホテルがねなんかすごい温泉があって、なんか最高峰レベルの温泉があって、多分有名なんですかね、なんか天空ってとこやったんですけど、もう夜景見ながら温泉露天風呂入れるとことか、サウナとかなんかもう何種類もあって、めちゃめちゃ優雅な時間過ごした後に体重計乗って体重測ったら2ヶ月前から2キロ太ってました。さすがにそれはちょっとスーツ入らんわって感じになってきてるんですけど、まあ今日ね、いっぱい買ってシックスパッド買おうかなと思ってます。で番長 A なんで、とりあえず設定判別も兼ねて打っていきたいなと思ってるんですけど、エクストラミッションが始まって、万枚出せればユニバ旅行をいただけて、出せなかったらその都度、視聴者さんにプレゼントという感じになってるんで、基本的にはプレゼントになると思います。ということで、今日も頑張ってやっていきましょう。2回目ですね、大分人生2度目のゲームだー、下克上。はい、ということで、番長 A ですね、打っていきたいと思います。このメダル入れた時の A で出てくるロゴがいいっすよね。で、この台は1256の4段階設定になりますね。で、設定1でもフル攻略すれば 100% 超えるって言われてます。まあ、大して超えないんですけど、そのフル攻略っていうのがボーナス最速で揃えられるかっていうのと、まあ、弁当とか500全部取ってるかと、8枚チェリーをちゃんと取れてるかっていうのが、鍵になってきます。正直僕もその打ち込みが全然足りてないのであれなんですけど、まあ、調べながらやりつつも行くんですけど、まあ、そのボーナス差し手順が、めちゃめちゃ面白い台なんで、まあ、それを説明しつつ打っていきたいと思います。だから期待できるやつ来たらやっていきますね。何これ変えたん、サオッチのガチガチってちょっとかわいすぎますねこれ。乙女のやつ、であと設定差あるのが、公約確率ですね。まあ、今揃ったベルとか、あとまあ大きいのは前奏と弁当ですね。まあ、よくある消灯演出で全部消灯しながら弁当揃うのが全消灯弁当で、それが設定差大きいです。あとは特定ボーナス、全消灯弁当から青7、1枚役から白7、チャンス目レグ、1枚役レグ、この4つはすごい設定差大きいので、覚えておいた方がいいです。まあ、あとはやボーナス確率ですね。まあ、当然ボーナスは引きやすいのと、5はビッグに偏りやすいで、6は、大体1対1ぐらいの割合になってます。なんでまあビッグ先行型は絶対5なんかなって感じですね。で、他はその当たってから、まあ、バゲ中やったりとかビッグ中やったりとか RT 中とかに設定差あるんで、まあ、確定画面ももちろんあります。なんでまあ他は通常時に関してはその辺が重要です。で、今白フラスなんですけど、ここかなり重要で、この時はその複合薬のチェリーの可能、チェリーなんで、左から普通にチェリー狙っちゃうと4枚で終わっちゃうんですよね。そしたら
中に二連弁当の上にあるチェリーを中から押して、で左青なら赤なら止めて右にバー狙えば8枚役のチェリーが取れるんで、これを狙うだけで1日で200枚ぐらい変わってくるみたいなんで、ここだけしっかり狙った方がいいです。お、これは当たったんじゃないですか。うお、矛盾で当たりですね。チャンス目君からの1枚役なんで、これは当たりです。ってことで、ここからボーナス最速手順をやっていきましょう。左リールに上段に白ナラを狙います。で、大体こう止まるんですよ。で、こうなった時に右リール下段にバーをビタ落ちします。で、これここまで滑っていたんで白ナラの2角になります。気持ちいい出目、ごめんなさい。やっちまった。バリダサイはもうやめてや、ほんま。ごめんなさい、あの、大体ちゃんと僕が失敗してなければこの時点で2角白なら濃厚やったんですけど、多分僕が失敗してました。もう一回やりますね。あと下段にバー見倒し、この時に、中にレギュラーか1枚役か外れです。白なら、ってこれで、バーは否定された。あが白頭のバーは否定されたんで、次は白頭否定されたんで、赤奈良を狙っていきます。青まで滑ってきましたね。行くか。鉄板で当たり、ちょっと怪しいですね。赤奈良ですね。だからまあここに止まったってんだかなやったんかな。番長 A のいいところはこれで、ね、ミックス選べるんで、で1回だけ中身適当で左に中段バー見倒しで19枚やっか取れるんで、あとは適当でいいんですけど、ただ、2連青ならと2連赤青狙って、これが滑りベルなんで、これが設定差あるんですよね。基本はこう止まるんですけど、でこれチェリーの煽りが来てるんですけど、チャンスチェリー来たら設定2以上、こうひし形に止まるバーです。バーの形がチャンスチェリーですね。で赤ビッグは260枚の獲得で終了からの RD です。 RT も選べるのがいいですよね。これマッチョ2で僕大好きなんで。おー熱い、1ゲーム目、あー白かチェリーかな。で、RT 終了画面ですね。マッチョ3と一緒です。これはデフォルト、さあ来た。あー、この出目がめちゃめちゃ熱いんすよね。左に白7が中段まで滑ってきたとき、この時が、弁当ベルもしくは白7なんで、右に白7狙って、あーこれは弁当か、くっそ全勝の弁当。さあ発展チャッピーですね。ラグビーってるか。おー、あった、あってましたね。ちょっとリプレイしかいかなかったんで、あれだったんですけど、当たりました。チャンス目じゃない、1枚役から、はい。なんかちょっと僕もよく分かってないんですけど、今チャンス目の波が出て揃えれる状態やったんですよね。まあとりあえず鏡で行こう。まあ昨日も前乗りで大分駅前のホテル泊まって、その木温泉とか、まあカメラマンと飯行ったりとかして、まあご当地の、まあ、何かいろいろ食べたりできるんですけど、まあよく嫁にええー、なーって言って、いろんなとこ行けて、いろんな飯食えて、一人でゆっくりできてって言われたりするんですけど、まあ移動も結構しんどいねんでと思いつつ、まあ確かに育児は
年中無休やし、24時間一人じゃないし、一人になる時間もないしね、しんどいんで間違いです。だから今日たくさん買ってお土産買って帰ります。スタート。で、バケやな。左リール赤7中段ビ倒しで設定したが見れます。仲間が集まってきて、ミサオちゃんまで出てきたら設定にいいぞ確定。あ、一応マチコちゃんまで来た。いやむずいな。むずいっすね。ビザが下手すぎる。お、今レバーをウェイト切れた瞬間にこことここが先ペカしましたね。多分これめちゃめちゃ熱いと思う。マツコ来たー。2つ目ですね。これも期待できる。ちょっともう一回やっていきますね。さっきちょっと怪しかったから。あ、ビゲルレット熱い。まあ、大体ここ止まるんですよね。これリーチ目なんですよ。左白7、右バーで、ここにまあ白7狙ったらここでベル、基本的にはリップが止まるんですけど、中段にもうベル止まってるんで、これはリーチ目になります。なんで白頭否定されたんで、次また赤を狙っていって、ここ左上段に赤狙って、次またビタレス下段にバーで、これでこう止まったら赤のバーの可能性があるんで、バーを狙います。否定されたんで、多分赤のビッグですね、これは。だからもう強気に赤を狙って、で、赤の同色ビッグですね。これがまあ面白いんですけど、ちょっとうまくいってない感じがあるんですけどね。当たってるよな、多分。ああ、そうですね。おー、一足や。赤頭の急ぐボーナスになります。あー、当たった。ビタ成功してました。下克だ。おお、テンパイをなった。しかも岩尾か、岩尾が頭出しますね。さあ、一番厄から白ビッグ、これは設定差あるところ。一番役白ビッグは、1、2は共通で4096分の1、で5、6だけ、1524分の1、1524分の1と1624分の1で、まあ、結構変わってきますね。これはでかい。まあ、だからビッグ先行してる分、5っぽい、もう5の匂いがちょっとプンプンしますね、今のとこは。まあ、ガッサンが何とも言えんけど。おっ、ベルで
チャンス目当たりましたね。矛盾はい、いやーリーチ目ですね。手で白なら停止してるんで赤から狙って負けはいやいや、おー、これで赤頭の赤同足です。あ、合うよ青もあったんや。うわーでっかー、これ枚数めちゃめちゃ取れて300枚取れて、でプラス RT50 ゲームです。しかもこの時にミサオバージョンのトドロキドリームを聞けるっていう、なんとまあ素敵なボーナス。まあやっぱどうしても A タイプなんで、その AIT 機とか ART 機に比べるとそのガツガツいくようなイケイケ感はやっぱないんですけど、こうやってまあじわじわ増えてきて箱を使える瞬間は最高っすね。かっこいいトドロキの背中を見て RT、 いやー繋がらんか、50ゲームもろたのにな。まあビッグ2回引いて547枚、赤バーですね。はい、おっ、ちょっ1ゲーム揃いましたね。外れから、1枚やから合算がちょっとえらいことになってきました115分の1です。6を超えてきた、すぐ変わりますね。まあまだ回転数も浅いんで1200、まあ1300ゲームぐらいか。ただまあ2号のどれかで悩んでて、で、まあ、5っぽいなと思ったらさっきのボーナスがすごい6っぽい動きなんで、これまたちょっと分からんぞという感じですね。6っぽくもなってきた。こういう判別がまあ楽しいですね番長 A とか、まあ、A タイプは。え、やめてよ、もう嘘やん。この辺、ここ乗ってるからかな、なんか薄くなってる気がする。マジでめちゃめちゃつぶしがでかいのか、ほんまやな、ちょっとなんか来てるねいやあの親父が思いっきり来てんだよな、じゃがいもみたいな頭の形で、ちょっと近いものを感じるちょっとやばいな、ちょっと嫌やな、あんま気にしたらあかんって言われてんねん今日は。成長するってガスメ、もう気にしたらあかん、気にしたら負けや。当たったかな、当たりましたね。多分リーチ目、目押し間違ってなければ赤頭のリーチ目、おお出た、ああ猛特訓や、珍しいのが出た、イサオおお竹のインス、すげえ早く揃えたい気がするけど、リプレイばっかり。はい、オッケー。さあ、何やろな。いやー、微妙。蹴ったら、まあこの時点でもう赤化けか赤同色か青だらかです。蹴れ。おし、蹴った。よーし。赤か青かどっちかです。二択です。どっちだ？赤。チャンス目からガービックですね。ハゲビック、いやーでも後頭部ちょっとな、髪の毛なくなったら辛いな。これ実家取り買ってるんですけど、あの石製インコ鳥大好きなんで買ってるんですけど、あのおとんが完璧に後頭部ないんですよね。で僕とかおかんとかの頭の上には石製インコこうやってなついて乗ってくるんですけど、ほとんど頭の上は絶対乗らないんですよ。多分歩きづらいんか分かんないですけど、
や俺乗ってほしいんで、ちょっとなくなってほしくないっすね。でしょ、うちの実家がほんま鳥大好きなんで、みんなもうこれまで20羽ぐらい飼ってきた。うち4匹ぐらいはお外に旅立っていった。あの天国に行ったじゃなくて、お外に行けば逃げていきました。あれこれ据え置きなんかな。当たってるっぽいな。当たってますね。中断チェリー止まって、中断ベルが止まったんで。さあ止まるな。なんかめちゃめちゃ矛盾が起きます。矛盾だらけ。伊佐尾。よっしゃい。赤身行くかな。はい。OK。チェリーから赤身行く。今のすごい。まあ夜でナビ付けなんか怪しいなと思ったんですよね。ナスミが出ました。さあ、いやー来たー、シノビックレッソ、おっせい。さあ、まあ、チャンス目からのシノビックですね。いやー今のはいいね。ちょっと調べても大友の強気で残るか残らんか出てこないですけど、ダイトさんは結構今まで絶対やったら絶対消してたんで、ちょっと据え置きの線が出てきました。これで500枚出てくれた。2回引いたら500枚出るんですね。さあ2000ゲーム回ったところでちょっと1回あれ見てみよう。全勝堂弁当127分の1。全然いいっすね。ただまあやっぱ異常なビッグの偏りなんで11と4で、まあ特定ボーナスいけてる感じ見てると、まあ5の線が今んとこ濃いかな。まあまだまだ満潮鋭力浅いにわかなんですけど、ゴーヤと信じて飛行機の時間まで突っ張ります。だから金閣寺とかね出てくれていいんすけどね。金閣寺とかボタンちゃんとか、お今でも白振らせましたね。ほんミスト、いやちょっと待って、これ表面かな、表面灯でしょこれ。嘘。これここ表面一角かな。番長2と一緒で。でもうズバッと青なら一角出るんじゃないですか。リプレイ。おーズボ。はい。いやーリプレイか。出たー。おお。表面灯は青ならなんで。素晴らしい。よーしゃ。なかなか薄いとこ持ってきた。これはでけえ。あれ白フラスように見えたんですけどね。あーしかも豪遊郭エンブレムが聞ける伊佐尾バージョンの、これはちょっと高まる。いやーえぐい。これ豪遊郭エンブレムなんて番長3やったらもう至高ですね。最高すぎる。じゃあ黒ビッグ負け。おお熱い、入ったでしょ。いやー相変わらずビッグの息がすごい。揃えられる場面あったはずやね。今日は本日青なら3回目です。ベルはシノビック、はい、よし一番いいやっからシノビック。これまた設定差あるところにしても、多分これも5、6と近いと思うんですけど、ここ最近しっかり高設定積もれてる感じですね。
なんか今まで両マンヒーでもずっと好かれ続けてきた、その分がちょっと収束してきてんのかな。負けまくってた時はほんまもう二度と打つかってぐらいパスロー嫌いだったんですけど、やっぱパスローでやられた傷はパスローが治すんですね。もう今はすっかり元気ですもん、パスロー大好き。いやまずい、本日最大ハマりを食らいそう、ここに来てここの時間帯で。それはやめて。お、あったあれこれなんでやろ急に1枚、あーやった、300いかんかった。よーし、あーつい出てきた。よし、はい、よーっけー、たまらん。いやーここ2番バスで止まるのほんまに気持ちがいい。白7っすね、1枚やっかな、また1枚やっからの白7。まあ5よね、さすがに負けの比率がおかしいもんな。出すぞ金閣寺、あー出た、清水出ますね、2以上これは出ました。あー300超えた、ダメだここまでか。はい、ということで、まあ、ちょっと最後ハマっちゃったんですけど、まあ、もう飛行機の時間があれなんで終わりたいんですけど、まあ、最後ちょっとまとめました、ある程度、総回転数3359回転で、前哨と弁当がまず21回、で確率が159分の1なんで、まあ、大体2と5の間ぐらいですね。で、設定数のあった部分が1枚役の白 BB が3回で、チャンス目かける赤レギュラーが2回で、1枚役かける赤レギュラーが1回、チャンス目かける白 RB が1回で、1枚役白レグが1回。まあ、このあたりが設定差大きいところですね。でこれを全部スロパチのアプリに、設定判別ツールにぶち込んだところ、こういう結果になりました。はい、ということで、1の可能性と5の可能性が高いんですが、清水寺が出てるので、5がまあ濃厚かなと、まあ、あの正直ビッグとレギュラーの比率と、あとまあ、その清水寺が出たので1否定っていうのだけで設定判別できそうなぐらいの勢いなんですけど、まあ多分5濃厚かなと思います。だから金閣寺出したかったんですけどね。でまあ初めて今回こう設定打ったんですけど、まあ、大体やっぱこうやって、設定差あるところの特定ボーナスやったりとか、前哨と弁当とかそのあたりがしっかり継いでくるのかなっていう感じに思ったんで、まあ、今後皆さんがもし打つ機会があればこういうのをちょっと頭に入れといてもらえたらいいかなと思います。ということで、まあ1000枚行きぐらいですかね。まあ、機械割りが5で 105% とかそんなもんなんで、まあ、きっちり機械割り通りかなっていう感じです。回転数に合わせた感じ、まあ、それがちょっとよく出てる感じかなっていう感じなんで、まあ、気持ちよく帰りたいと思います。お疲れ様です。はい、ということで、ちょっと訳あって後日撮ってるエンディングになるんですけど、終わったんで、番長 A のとりあえず面白ポイントとかを話すと、まあ、動画内でも話してるんですけど、とりあえずボーナス当たってる可能性があるその次のゲームから、ボーナス察知をするのがすごい面白いなと思って、うんこってなんや最近うんこちゃんって言われるんですけどね、うんこちゃんは、まあ、とりあえず猛烈弁とかもあったりするんで、ボーナス取ってるかもしれない、その次のゲームからそうやって狙っていくのがすごい面白いなという台やなというふうに思いました。でプラス設定判別とかもしながら打つと、まあ、僕の台は今回やったら、まあ、設定5っぽいなって感じで、取れて、そこからまあ粘って、まあ、機械割り通り打ったのかなっていう感じもしますし、1000枚プラスぐらいで終わることができたんで、良かったのかなと思います。はい、
ということで YouTube のコメント返し、はい、していきます。小吉仲良しさん、はい、仲良しさんさあコメントなんてどうせ生まれるからやる意味ないって思うけど一言どうせ生まれるか、いつも楽しく見てます、ありがとうございます。これからも屋敷さんの回を楽しみにして見させてもらいます、はい、ありがとうございます。いや埋もれてないですよ、ありがとうございます、全部見させてもらってます、はい次竹竹かぶさん、はい、竹かぶさんジャグラーのガコで振り向いていないかの確認は笑ったあ確かにやったんですけど、絶対何人か振り向いてるなと思って後ろ見たら全然一人も見てなかったっていう話ですね鈴木達太さん、はい、達高さん、はい、勝ち方を考えよう、勝ち方を教えよう、はい、打つ前に嫁を愛しなさいどんな顔でこっち見てんねんギロまあ確かにそういう最近ちゃんと愛してますか。愛してますねもうやめよもう引いてはい、ということで、こんな感じでとりあえず今回はここまでで終わりたいなと思います。はい、最後に一言、はい、じゃあミキティーみたいな言ってんだよ鬼嫁ーいちごちゃんちっちゃ声みんな最後まで見てくれてほんまにありがとう。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタン押して入ってください。あ、もしよかったら、Twitter のフォローもよろしくね。ってことで、次の動画も見てくれたら嬉しいです。俺多分全敗してるよこの台。オッケー。RB じゃないこれ。ほら、うわっつー。